ドイツでソルステッドの森の中の池。イギリスの村の地坂竹地と森地とは、池は地面がくぼんだところに水が溜まったところである。同様のものを沼ということもあるが、何らかの基準で区別している場合もあるものの、必ずしも明確な区別がある場合ばかりではないので、両者をまとめて地償ということもある。歓迎的には、水深が浅いものを地、それ以上のものを 湖とすることが多い。ただし、最深部まで植物が繁茂するものになると、沼扱いされる。また、池は小さいだけに、水生植物が占める割合が大きく、小動物や水生昆虫が豊富な一方で、大型魚類はあまり生息しない傾向がある。イギリスの防災用地水を貯めるために作られた池を、貯水池という。水を貯めておくために、 新たに地面を掘ったり周囲に土盛りをするなどして人工的に作るものもあり、またもともと自然のある池に手を加えるなどして作るものもある。イギリスでは火災発生時に消火用水を供給するための池が作られている。日本では水田に安定的に水を供給する必要があるため人工的に作られたため池が多い。ため池は 定期的に水中の草刈りや整備が行われており、怠ると崩壊する可能性がある。最近では灌漑設備の普及し、利用されることが少なくなり、堆積により埋まったり、廃棄物の不法投棄が行われてしまったりすることがある。フランス、フランス、セミーニル・セインとスルピースの庭園の池。円形である。イタリアのルネサンス期の庭園の池。長方形である。 日本庭園の池の一例。日本庭園の池の一例。この写真では、池の上まで沿岸がせり出している作りになっており、池には色とりどりの鯉が泳がせてある。地線も参照。人が地面を掘り、くぼみを作り、そこに水を溜めたものも、池という。水が地下に逃げないようにする必要があるが、この種で代表的なのは、庭の池で、通常は、神秘的な目的で、 野生生物の生息地を提供するため、または水泳のために、庭、または風景に構築された、ウォーターフィーチャーを言う。庭の池は、優れた野生生物の生息地となるため、淡水野生生物の保護に貢献できうる。トンボやカブトムシなどの無脊椎動物や、両生類は、新しい池に素早く定着することができまた所有者は、庭の池が複製する。 小さな水域の生態を多くの独創的かつ貴重な観察を行うこともある。ただし庭の池も問題を引き起こし、特に外来の植物が広がる経路にもなる場合もある。英国では淡水を保護する上でかなり実用上の問題を引き起こす、膝依来種のクラススラ属ヘルムジーとミリアフィリムアクアトカムは両方とも庭の池より逃れて侵入を引き起こすことが知られる。池は 自然のプロセス、または人の手によって施行されるが、池で見つかる野生生物の種類は、地面の穴の起源はにほとんど違いをもたらさない。さらに重要なのは、池が汚染されているかきれいであるか、他の湿地にどれだけ近いか、その深さ、特に、時々枯れる、どうか、魚が、もしいれば何匹いるかである。当然のことながら、池は、川のような他の淡水よりも、 物理的及び科学的条件が日によって異なり、日中も異なる。しばしばこうした自然傾向に対処するために、庭の池にポンプを設置するが特により高いレベルの養存酸素を維持するためで、これは一般的な野生生物にはおそらく必要ではないが、小さな池に魚を飼う場合には不可欠とされる。汚染された栄養豊富な水道水が水源の池ではフィルターを使用して、 装類の量を減らすことがなされる。ヨーロッパの庭園の池の形は伝統的には円や正方形や長方形が多い。ヨーロッパではシンメトリーが美しいとする伝統、美的感覚、庭園理論などがあるためである。しばしば池の周囲をブロックやレンガやコンクリートなどで囲むということも行う。池に 噴水や泉を設置するというのも一つの典型的なスタイルである。日本の庭園では様々なスタイルがあるが、伝統的な日本庭園は自然を模しているので、その池も複雑な形になっているものが多い。しばしば池の脇に渓谷を模した岩をいくつか配置し、岩から池へと水を引いているものが多い。有名な庭園の池の中には、心という文字の形にしてあるものがいくつもある。これを、 真実という。これは、西宝寺や桂離宮の庭などにもあり、歴史が古く由緒正しいものである。一般家庭の庭の池でも有名庭園の真寺池を、もしてその形に作ってある場合がある。日本の庭園の池は、基本的に地面を掘り下げている場合が多い。そして池の周囲を様々な形の岩や石で囲っていることが多い。日本の庭園の庭では鯉や金魚を飼育することも、 多い。水漏れを防ぐ方法の一つは粘土だが、これは維持に手間がかかる。他に、コンクリートで作る方法があり、維持に手間がかからないのがメリットであるが、作った直後はコンクリートから水酸化カルシウムが滲み出て、水がアルカリ性になるので魚を入れられず、魚を入れる前に数ヶ月ほど乾燥、放置し、その後に何日か水を入れ替え続け、 水の pH が落ち着くのを確認してからようやく魚を入れることができるようになる。大きな池や凝った池は庭園業者や庭園職人などに作ってもらうことが一般的だがさほどの規模でないものや簡素なものは DIY で作ることも可能である。プラスチック製の小さな池も園芸店やホームセンターで販売されるようになった。質感や風情は踊りサイズもかなり小さいが 車に積んで持ち帰り、それを庭に埋めたり置くだけで即日で池ができる。古山池は名前に地がついてはいるが、とても大きいので、現代では基本的に池ではなく湖に分類される。ありがとうございます。